さあ今夜も始まりましたパチンコプレイガイド TV、 皆さんこんばんは。さあということでね、ゆみちゃん今回、うわー、誰私ミオだよ、ミオですよ。今日はね、ゆみちゃんがお休みということで、はいはい、満を持してやってまいりました。挙手制です、今日。なるほど、私行くっつって。じゃあ今日は男2人でパチンコプレイガイド TV。 違います、もうその2人やめようよ。あ、ミオちゃん、ミオちゃん、私女の子でございます。はい、正真正銘女ですよ。はい、こんなミオちゃんと、はい、今日は山のキング2人で、はい、お送りしたいと思っておりますが、はい、もう早速今日はね、ホールの方に来ております。そうなんです、はい、本日はですね、天球日の丸光金谷店さんをお借りして、うん、話題の最新台、はい、アラジン、こちらでバトルを行っていきたいと思います。打ちたかったんですよ、アラジンね。そうでしょう、話題ですからね。もう僕はアラジン初代から打ってますから、そのアラジンをね、今日初打ちできるということで。ということはバリバリ詳しい。任しといて、任しといて、今日は俺に任しといて。じゃあ、今日は2人でお送りしますか。ノー、違います。今日はですね、バトルなんですよ。います、はい、呼びます。天球日なんですが、うん、スタッフさんに来ていただいております。休んどいたらいいのに、天球日だから、うん、休んどいたらいいのに。どうぞ。出てきた。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、丸光金谷店ホールスタッフ末永です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、丸光金谷店ホールスタッフアラジンです。よろしくお願いします。出落ち。ほら、呼ばん方が良かったやろ。ねえ、なんなの、アラジンって。濃ゆいな。初回は売ったことないですけど、アラジン好きですね。今日アラジン来たら、名前までアラジンしちゃおうっつって。ほんとね、メーカーさんに怒られたらいいよ、一回。さあ、どんなバトルをするかと言いますと、うん、ルールちゃんと聞きなさいよ。そうですよ、ここ大事だからね。大事よ、ルールを。本日は、はい、アラジンチャンス。うん、アラちゃんですね、通称ね。アラちゃんでございます、うん。こちらでいくつ上乗せできるかっていうのをバトルにしたいと思います。上乗せバトルっていうことね。上乗せバトルです。じゃあとりあえずアラちゃんに入れて、入れ、そっからが勝負っていうことだよね。はい、アラちゃんに入れれないっていうのはもう問答無用っていうことだよね。そうです。なるほどなるほど。そういう人はカメラに映れませんからね、今日。わかりました。映らないです。いいですか、はい、アラちゃん上乗せ、上乗せ大丈夫ね。はい、大丈夫です。これでチームバトルでやるんでしょ、今日。そうです、チーム。ここから真っ二つに分かれます、はい、プレイガイドチームとスタッフさんチーム、スタッフさんチームで、はい、なんで、ね、バチバチのバトルをここから繰り広げていきたいと思います。お店休みの日にわざわざこうやって収録来たんだから、ちょっと活躍しないと、はい、何しに来たんだって話になるから、帰ります。そうでしょ、はい、はい、じゃあ頑張ってね、はい、じゃあバトルの方行きたいと思います。それでは行きましょう、今週パチンコプレイガイド TV スタート。今回お邪魔しているホールは丸光金谷店。パチンコ440台、パチスロ295台を取り揃えているお店ですよ。それではバトルスタート。おー、やりますよ。じゃあまずはアラちゃんに入れるのを目指さないといけないね。まずはアラジンチャンスに入らないことには始まりませんからね。さあ頑張りましょう。いい、ね、音がもうアラジンの音だね、完全に。はい、狙うのは赤七でございます。赤七狙って、もうこのままだったら振り打ちで OK です。で、ラクダが下がってきたらラクダ目押ししてください、ちゃんと。だいたい赤七ぐらいで引き込めるんじゃないかなと思います。で、チェリーですね。今回はいつも皆さん三連チェリー狙ってますよね、最近。単チェリーです。単チェリーがいいんです。単チェリーをいかにいっぱい引くかがポイントになりますので、はい、まずは単チェリー目指してください。アラジンといえば単チェリーやからね。で、ちなみに今ですね、枠の色が私だけ変わってるんですよ。これ赤とかにもいろいろ移行するんですけど、チェリレンに入ってるかどうかの示唆もこの枠の色で見ることができます。今黄色。さあここでミオにチャンス到来。もうチェリー見えてる、見えてる、来てるよ。はい、これ。で、いかに今タンチェリーを引くかがポイントなんですけど、タンチェリー引けないっていうね。チャンスなら頑張る。安全。ラジンステークス、いよいよ開幕。ラジンステークス。一斉にスタート。ハードルが見えてきた。あ、このハードルの色とかもあるのかな。今度は門が降りてきた。でも負けるここで脱落からのチャンスゾーンとかいかない、いかない。で、チェリーで直撃もあるし、チャンスゾーンの抽選もしてますんで、直撃で当たる可能性もあります。さらにチャンスで止まる。
ございますね。で、今チェリー高確率中です。これが自力解除の、10ゲームから始まるやつなんですけど、ここにね、段階が書いてあります。1個上がるごとにプラス10ゲームされていくので、いかにこの中でチェリーを引いて上に上げつつアラちゃんに入れるかっていう、そういう自力解除ゾーンです。で、これに入った時点でもう 50% ぐらい期待値あると言われてますんで、自分の頑張り次第です。さあ、ここでアラジンこと川崎さんに次回予告が発生。もしかしてジャンプ一発ね、次回予告出たよ。ここは早めにアラジンチャンスに突入したいところ。と、ここで、あともう一回ですよ。ああ、もうあれやん、アラジンちゃんゲットゲット。わあ、すごい、ゲット5ポイント。めっちゃ楽しいやん、めっちゃ楽しそう。なるほど、もうアラジンチャンスは確定してるから、ここから上乗せがね、どん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 。継続するとさらに10ポイント入りますので、頑張りましょう。さあ、ここでミオにも右から来た1。末永さんもアラジンチャンスに入りましたよ。浜野さん、仕事してお菓子についてるでしょ、ついてるでしょ、ついてるでしょ、消えてるね、どういうことやねん。何笑ってんの。ちょっと鍛えるとしては弱いけどね。みんなごめん、待たせてごめん、ついに当たっちゃう、ついに当たっちゃうから。今3段階まで発生しました。遅れてヤマキンもアラジンチャンス突入なるか。あれ、え、大丈夫。いや、赤文字だったね今。よし、来た、さあ、マジカルチャンス。いやいやいや、こっからだから。ちょっと、なになに、まだアラジンチャンス当たったわけじゃないのに、なんか俺のこと赤ん子みたいな。大丈夫、マジカルチャンス経由して当てるから、今からね。ああ、いい感じ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 。ああ、楽だ、これはたまるでしょ。あと1個、あと1個、7ゲームあって、あと1個、もう余裕。これを、これを余裕と言います。この状態を、この状態を余裕と言います。まあ、こっちとらね、20年近くスロット打ってるんですよ。こういう感じで外れたことなんで、今まで1回もない。ならないといいですね。ほら、赤かっこいい。これもらった、もらった。
ほらで、こっから上乗せでしょ。ほら上乗せた。はい、5ゲームね。なんかレアグッズ来た、来た。リプレイでも乗せるからね、これ。いや、10ゲーム乗せただけですよ。10ゲーム乗せた。俺も何やと思ってんねん。これくらいできるわ、俺も。そんな大したことじゃないやろ。どんだけ普段俺上がんねん。よし、ここでミオがアラジンチャンス終了。まさかの上乗せなしです。ああ、何も乗らず。さて、ヤマキンに何が起きる、何が起きる。はい、分かってます。宝まで。はい、届いた。よっしゃ、レインボー、レインボー、レインボー。長いんだよ、長い。これは期待できますよ。はい、来た。アラジンボーナス来ました。はい、これが聞きたかった、これが聞きたかった。目覚ましこの音にしようかな。ちょっと録音して、絶対起きる。今2つ宝箱をゲットしてますけど、ちょっともっとゲットしたいですね。さあ、これで、ね、よっしゃ、よし。はい、宝箱ゲット。あ、金の宝箱、金の宝箱ゲット。はい、プラス10。まだまだプラス1ゲーム。これでしょ、金宝箱だから。いくぞ、ナイス。スーパーアラジンね、スーパーアラジンチャンスのゲーム数が5か。俺アラジンチャンス上乗せゲーム数だと思ってた。スーパーアラジンチャンスだわ。みんな、俺にはスーパーがついたわ。みんなはアラジンかもしれんけど、俺スーパーついちゃったから、ね、スーパーついちゃった。男よく見てもいいよ。え、早く行くぜ。スーパーアラジンチャンス、その威力は果たして。ちょっと上乗せしたいね。はい、え、アラジンエース2の上乗せゲーム数でポイントを競う今回のバトル、ヤマキンスーパーアラジンチャンスに突入中です。あれ、終わっちゃいましたけど、何も上乗せせずに終わっちゃいましたけど。情報が届きましたよ。ディレクターの広い心により、ああ今のスーパーアラジンチャンスの14ゲームをプラスしてくれるらしいです。ということは最初10ゲームなんで24ゲーム上乗せだ。今24ポイント、20ポイントなんで今4ポイント。プレイガイドチームが有利です。ボーナスはプラス。ここですね。さあ、10ゲーム。一緒やね、一緒やね。よし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 。4ポイントのまま移行します。ここでいかに乗せきいかですよ。はいはい、10ゲームで終わったわけで、またまた探偵できました。おめでとう。2ゲームスーパーラちゃんね。よしよし、
7ゲームでトータル今41。2ゲームか。あ、また飛んでる。楽しすぎる。アラジンさんノリノリ、お互い一歩も譲らない感じです。スーパーラジンゲーム、スーパーラジンオンリーゲームということで、14ゲームのスーパーラジンを今消化してたんで、次が16ゲームからの2人ともどんどん上乗せを重ねていきます。勢いが止まらず、かなり接戦になってきました。なんとここで、ボーナスのゲットです。ボーナス、ボーナス、ボーナスゲットしてるよ。どんなことあるの。ボーナスです。何今の、今のマックス、何だマックスって、プラス5ゲームね、スーパーラジャンで、アラジンジャーソン20ゲーム。頑張ってたのにね、頑張ってたのにね、何も起きてないもんね。結果発表。さあ、ということでね、みんなで張り切って頑張りました。上乗せ対決、いい勝負なんじゃない、これちょっとまだ分かんない、ドキドキの、いい勝負です、いい勝負だと思う、本当に。それでは結果の方発表したいと思います、はい、さあ、まずは丸光スタッフさんチーム132ポイント。132、なるほど。気になるプレイガイドチームは、なんとなんと168ポイント。マリカということは、プレイガイドチームの勝ち。はい、はい、仕事してません、私今日でしょうね、はい、さらに仕事してない人がここにいるから、本当に。おい、君君わかった、やっぱりスーパーラちゃんだね。スーパーラちゃんで、なんかこう自分で継続させていくイメージが、あれは素晴らしい。うん、楽しい。そうでした。いいイメージトレーニングできましたね、今日ね、二、はい、人で。そっか、今、これね、今日はね、営業中のホールじゃないからね。てか、次打つときにはこのイメージで、行けばいいんですよ。このイメージで営業中に行こうかね。ガツンと。うん、で、さらにね、今回出せなかったですけれども、お宝ラッシュといって金7引いたら、もう一個トリガーもありますんで。あ、そうか、金7揃いね、はい。もうさらにすごいことになるはずです。参ったね、本当。これ打ちますな。打ちます、打ちますね。打ちますな。さあ、ということでね、今日は、閉店中の実戦ではございましたけれども、私たちもいいイメージつきましたんで、ぜひこれを見た皆さんもホールでしっかり頑張っていただきたいと思います。楽しんでください。はい、さあ、それでは本日は丸光カメヤ店からお送りしました。皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさーい。